こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。あ、日付書き忘れましたね。2022年の3月の今日は4日です。高校受験の合格不合格の動画と続けて撮っています。ぜひそちらももしご興味があったらご覧ください。で、今日のお話は、大学合格おめでとうというお話です。で、まあ大学の場合、第一志望に合格して本当におめでとうの方もいらっしゃると思いますし、まあ第一志望は残念だったけれども、まあ第二志望、第三志望の合格が取れているのでそちらに進学するよっていう方もいらっしゃると思います。まあ何はともあれ、進学先が決まっておめでとうだと思いますので、お祝いの言葉を申し上げておきます。で、大学生活を考えるっていうことで、タイトルにしたんですけれども、まあ、高校までと違って、大学生活っていうのはだいぶ変わるんじゃないのかなと思っています。で、大学4年間で、できる友達、まあ親友になるような友達っていうのは、これからの人生でですね、まあしょっちゅう会うか会わないか、っていうのは別にしてですね、だいぶ長く続く、親友、友達になるんじゃないのかなと思います。で、そういう友達を作っていくっていうことも大学生活の中での、まあ一つの大きな、要素なんじゃないのかななんて考えています。で、まあ生活、まあ、大学で生活を送っていく中でですね、まあ4つに分類しました。で、まあ柱となるもの4つなんじゃないのかなと思っています。1つ目が勉強で、2つ目が、サークルだったり部活だったりで、3つ目が趣味で、4つ目がバイトっていうのが、まあ4本の柱になってくるんじゃないのかなと思っています。で、ただもうここに結論書いちゃったんですけれども、2つまでが頑張れる精一杯なところなんじゃないのかな、あとは3つ目っていうとだいぶ生活的に、厳しいものになるんじゃないのかななんていう気がしています。で、まあその2つまで3つは厳しいっていうのの例えばの例なんですけれども、これが全部、まあ、バラバラな場合ですよね。例えば、大学の勉強は勉強である程度頑張りたいし、サークルはサークルで楽しみたいよっていうことで、で例えばサークルが何しましょうか、軽音楽かなんかのでバンドをするようなサークルに入ったとしますよね。で趣味が山登りかなんかで、全く関連性がないですよと。で、バイトも、しないと、生活苦しいからっていう形で全く関連性のないもの4つを並列で頑張っていくとなると、まあ勉強だと、理系の方は結構忙しいことになってくると思いますし、文系も、まあ30年前40年前お父さんお母さんが大学生だった頃と比べるとですね、今は大学側も学生にちゃんと勉強させるんだっていう、感じになっていますので、まあ課題の提出があったりですとか、授業をちゃんと出席していないと、点数がもらえないようですとか、テストも結構厳しくやるようなんていうことがありますので、勉強で手を抜こうとあまりしすぎると、以前も動画にしましたけれども、早稲田でしたっけ、オンライン授業を、並列で、複数のタブを開いて、早回しで聞いて、まあ、聞いたことにして、出席にしたことにして、なんとかやり過ごそうとしたらそれがバレちゃって大変なことになってるよなんていうのも、ありますし、まあ、ある程度勉強は時間が取られるものということで、まあ、勉強しに大学に行くっていうのが、まあ、まあ、建前といえば建前かもしれないですけれども、まあ、ここをあんまり、軽視することはできないのかな、ある程度の時間を取られてしまうのかなっていう気がしています。で、次のサークルなんですけれども、サークル活動、こちらはぜひ楽しんでいただきたいんですが、まあ、サークルに入ると、人間関係的には勉強の方よりもサークルでの人間関係が、中心になってくると思います。で、勉強の方はですね、まあ、例えば大教室で、先生
生の話を聞くような授業もそうですし、ちっちゃな教室での授業っていうのがあったとしても、高校までと違っていつも同じ、友達と同じ授業を、1日、まあ、高校までだと6時間授業ですか、5時間とか6時間とか机を並べてっていうことではないので、ある一コマはいつも見かける顔の人がいるけれども、まあ、1週間のうちに、その人と会うのはそこの1コマだけとか、会っても2コマだけとか、そんな感じになっていきますので、勉強というかクラスというか講義の中での人間関係というよりは、こちらのサークルの方ですね、先ほどの例えば、まあ、軽音楽でバンドを組むようなんていう形になっていくと、その中での人間関係が濃厚になっていって、その中で、友達が見つかってうんぬんということにつながっていくんだと思います。ですので、大学生活キャンパスライフなんていう形で、夢見て楽しいだろうなと思っているのは、まあ、ここが主になるんじゃないのかなと思っています。で、ただ、ぜひこの3つ目の趣味っていうのを、少し考えておいていただきたいなと思うのが、これ自分だけで楽しめることっていうのを、そんなに一生懸命時間を割いてではなくてもいいんですけれども、それを一つ見つけておいていただいた方がいいのかなっていうのが、こちらのサークルでの人間関係、こちらですね、がもしうまくいかなくなった時に、どうするのっていうことが出てくると思いますので、いやいやながらサークルに行くっていうのもこれ変な話ですし、そこをどう考えるかっていうことになってくると思います。で、自分だけで楽しめることっていうのが一つあると、またそこから、人間関係が広がっていくこともあるでしょうし、そちらの趣味を活かせるようなサークルに、サークル自体を乗り換えるっていうこともできるかもしれませんし、そういったことで、自分だけで楽しめる趣味っていうのを一つ見つけておいていただくといいんじゃないのかなと思います。で、そうするとここでだいぶ、大学生活の軸もやることだいぶ決まっちゃいますよね。朝起きて、まあ、高校の時よりも多少寝坊ができるかもしれないですけれども、通学時間がかかるっていうことになると高校とあまり変わらず朝出て行って、で1年生の時は特に1限朝一番の、授業があると思いますので、朝から出て行って、で空きコマなんかにサークルに顔を出して活動をして、あるいは午後、夕方からサークルで活動をして、で、まあ、たまには飲み会なんかもあってなんていうことでサークルを楽しんでいく。で、休みの日には、自分で楽しめることを趣味をやって、見つけてやっていくなんていうことになると、もうバイトしてる時間っていうのはあまり取れないんじゃないのかなってなってくると思います。ただ、学生さんによってはこちらにある程度力を入れないと、学費だったりとか生活費だったりですとか、自分のお小遣いだったりですとか、そういったところが厳しくなってくるよっていうことになると、じゃあ上の3つのうちのどこから力を抜いて、バイトに振り向けるのっていうことになってくるかと思います。ですので、どこに力を入れてどこに、で力を抜くのかっていうところになってくると、やっぱりこれ2つまでがいい感じなのかな、3つ目をやるってなるとだいぶ忙しい、大変な学生生活になってしまうんじゃないのかななんていう印象を持っています。で、あとやり方としては、これまあ、4つ挙げたんですけれども、そのうちの2つをかぶらせるっていうのもいいと思うんですよね。例えば、勉強の方で、パソコンが大好きで情報系の学部に行きましたよ。で、勉強自体が、一般教養とかもありますので、勉強、授業、講義のすべてが自分の、趣味とかぶるっていうことはないと思うんですけれども、ここがなるべくかぶってくれると、パソコンいじってるの大好きだよねっていう自分の趣味と勉強で、そのパソコン関係、情報関係の授業は楽しいよねっていうことで、ここが2つで1つみたいな形になってくると、時間的に余裕が出るのかなっていうこともありますし、あるいはそのパソコンでの、知識とか、技術とかを活かしてバイトができるっていう形になると、またそこで時間
を作ることができるということにもなってくると思います。で、あとサークルと趣味、こちらもですね、かぶらせようと思えばかぶらせられると思うんですよね。ですので例えばサークルで、軽音楽のサークルで、例えばギターなんかを始めましたよ、で、趣味も、じゃあギター一生懸命やってみようかとか、音楽の勉強少し、してみようかとかっていう形でやっていくと、まあ、仮にサークルの中の人間関係で揉め事が起きちゃって、まあ、あんまりあのサークル行きたくないよなと思ったら、その趣味、自分がギター弾けるようになったよっていうことであれば、別のサークルに乗り換えてもいいのかなっていう気がしなくはないです。ですので、そんな形で、まあ、あまり欲張らずこの4つの中から、まあ、勉強はここまではするけどそれ以上はそんなに一生懸命しなくていいから、まあ、例えば一般教養なんかはうまいこと先輩からノートを借りてとか過去問を、見せてもらってとか、そんな形で乗り越えていきながら、自分が、この大学で勉強したかったんだよっていう、講義のところだけ、しっかり力を入れてとか、そんな形で、うまい塩梅で手を抜きながら力を入れながらというか、そんな形で乗り切りつつ、じゃあサークルと趣味をどういうふうに、時間配分をしていくのか、でその中で、バイトもやってみたいよな、そうすればお小遣い増えるしなっていうことであれば、じゃあそこをどういうふうに活用していくのかっていうところで、生活を組み立ててっていただければいいのかなと思っています。ですので、まあ繰り返しになっちゃいますけど、まあ2つまでぐらいをめどにですね、夏休みまで、やってみていただいて、まだ時間的に余裕があるぞとか、まだ僕元気だよとかっていうのがあるんであれば、じゃあここの空いてる時間にこれやってみようとか、あるいは2年生になると、1年生のうちにしっかり単位を取ってしまえば2年生になるとだいぶ、空きコマが増えてくると思いますので、その空きコマの中でこんなことをやってみようとか、そんな形で、計画を立てていっていただけたらいいんじゃないのかなと思います。で、ただ3年後からは就活が待っていますので、ぜひこの勉強の部分で、何か得意なもの資格等々を作っていくのか、あるいは、この趣味と絡めてですね、例えば、以前もお話ししましたけど TOEIC をゲーム感覚で、ここまでやったら何点取れたとか、こんだけ頑張ったら、何点になったとか、そんな形で年に2回ぐらいのペースで少しずつ勉強しながら、TOEIC の点数を上げるのをゲーム感覚でやってみるとか、そんな形もいいでしょうし、その就活に向けた何かの活動っていうのもやってみていただけたらなと思います。まあ繰り返しになりますけれども、大学合格おめでとうございます。ぜひ次の4年間、楽しんで学生生活を送ってください。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。